こんにちは、マヤのお料理教室の近藤マヤです。よろしくお願いします。今日はフロランタンオショコラというお菓子を作っていきます。フロランタンの上の部分にはアーモンドとレーズンを入れて作っていきます。まず最初に粉類をふるっていきます。粉類は薄力粉、アーモンドパウダー、ココアパウダーです。次にボウルに常温に置いておいたバターを入れます。このバターを練るように混ぜます。もしバターがまだ冷蔵庫から出して硬い場合は電子レンジで10秒ずつぐらいゆっくり溶かしてあげてください。バターがマヨネーズ状ぐらいに柔らかくなったら大丈夫です。次に砂糖と塩を入れていきます。砂糖と塩を入れたら練るようにバターと混ぜ合わせます。これが混ぜ合わさったら先ほどふるっておいた粉を入れます。粉を入れたら切るように混ぜます。もし生地がまとまりづらい場合は生クリームか牛乳を少し入れるとまとまりやすくなります。だいたい生地がひとまとまりになってきたらラップの上に移します。生地をラップの上に出します。生地をラップの上に出したら真四角になるようにしていきます。真四角になるようにしたら綿棒でそのラップの四角のサイズに合うように伸ばしていきます。厚みは3ミリから5ミリぐらいの厚さになると薄すぎず厚すぎずいいと思います。もし生地が柔らかいようでしたら冷蔵庫で1時間ぐらい、冷凍庫で15分から20分ぐらい冷やしてください。先ほど四角く伸ばした生地を鉄板の上に乗せます。190度で予熱したオーブンで焼いていきます。190度で予熱したオーブンを180度に下げて20分ほど焼いていきます。生地を焼いてる間に上のキャラメルの部分を作っていきます。フライパンにバター、砂糖、生クリーム、そして蜂蜜を入れていきます。でこの4つを入れたフライパンを火にかけていきます。火にかけてる時に砂糖は焦げやすいのでよく混ぜます。これで全体が溶けて沸騰するまで加熱します。この真ん中の方が沸騰してくるまで加熱します。全体的に泡々になったら火を止めます。全体に沸騰したらナッツ類、今回はアーモンドスライス、それからレーズンを入れていきます。全体にこのバターが行き渡るように混ぜます。生地が焼けたので取り出していきます。焼けた生地の上に先ほど作ったキャラメルの部分を乗せていきます。均等になるように広げます。のっけたら先ほどと同じ180度で20分ほどまた焼いていきます。こんな感じになりました。これは後で切るんですけれども、今は熱すぎるので火傷してしまうので今はまだ切れません。なので粗熱を取ります。でも冷めすぎてしまっても切りづらくなるので少し粗熱を取る程度にします。
粗熱が取れたので切っていきます。切るときに裏返します。まず四隅はバランスを整えるために各1センチずつくらい切っていきます。四隅を4面切ったら好きな大きさに切っていきます。長方形でもいいし正方形でも好きな風に切っていただいて大丈夫です。好きな形に切り終わったら、これはまだ温かいので冷ますためにまたひっくり返していきます。ひっくり返しました。この状態で冷ましてください。こんにちは。マヤのお料理教室はオンラインにてお料理教室を開催しています。また私のインスタグラムで普段作っているお料理やお菓子をたくさん載せているので、詳しくは概要欄からチェックしてみてください。